ハロー YouTube どうもまさるです。今回はブラックシャークの最新モデルが国内で発売されることが決定しましたのでご紹介したいと思います。今回発売がスタートしたモデルは大きく分けて2つあります。まず1つはブラックシャーク5それからブラックシャーク5 Pro というこの2つのモデルの発売が今回国内で決定しました。 どちらもブラックシャークシリーズということでゲーミングスマホという位置づけの製品になりますが本来このゲーミングスマホというのは価格はかなり高くなってしまう傾向にありますが今回発表されたモデル特に無印のブラックシャーク5などはとても入手しやすい価格帯の製品になっていますではそもそも今回発表されたブラックシャークシリーズどういったモデルなのかこの最新モデルのスペックだったり あともうすでに注文できる状態になっていますので価格につきましてもご紹介したいと思いますまずはベーシックなモデルでもありますブラックシャーク5そちらの方からご紹介していきたいと思いますそのスペックがこちらになりますもうすでにこちらに価格も掲載されていますが価格が64900円となりますこちらは 超早割ということで発売直後だけの期間限定での価格となっています実際に発売がスタートするのが8月上旬ですのであと2、3週間は待っておく必要がありますが早い段階で購入しますと本来7万円の商品が64,900円で購入することができるようになります基本スペックとしましては CPU がスナップーゴン 8705G バッテリーが 4650mAh で 120W の超急速充電に対応したモデルになります。割とこういったモデル分けされている場合、下の方のモデルは急速充電の性能も低かったりということもあるんですが、このモデルはそんなこともなく、ちゃんとこちらの買いモデルの方でも 120W という超急速充電に対応しています。あとはマグネット式ポップアップトリガー、 ということでこれはゲームでいうとこのいわゆる LR ボタンのようなところこの部分にもセンサーが搭載されておりこちらを使うことができるようになっていますまたこの辺のセンサーにつきましてはゲーム用のコントローラーとして使うだけではなくボタンをカスタマイズすることができ例えば LED ライトの点灯に使ったりあるいはカメラアプリをワンクリックで起動したりそういったことも使えるようになっています そしてゲーミングスマホですので画面リフレッシュレートは当然早く 144Hz に対応タッチのサンプリングレートは 720Hz ということでおそらく国内で発売されるゲーミングスマホの中でも断トツで高性能なディスペイを搭載していますそして冷却につきましてはもともとこのブラックシャークというのはシャオミーのサブブランドとして展開されていますので冷却性のも高く このようにウェル、ベイパーチャンパー、銅の金属の内側に冷却液を閉じ込めているような冷却用のシート、これを搭載しており、放熱しやすい構造となっています。液体冷却というふうに医者ミも呼んでいますが、実際は液体が循環しているわけではありませんので、その点は注意が必要です。また、その他のスペックとしましては、 ディスプレイサイズは6.67インチ解像度が 2400×1080 ドットの有機 EL ディスペイこの後ご紹介する上位機種の場合は1 0ビットの有機 EL ディスペイとなりますがこちらの方は通常の有機 EL ディスペイになります背面側のカメラ構成こちらのカメラにつきましても高画素のセンサーが搭載されています6400万画素の広角レンズ1300万画素の超広角レンズ 200万画素のマクロレンズ一方全面側いわゆるインカメラの方につきましても1200万画素のカメラが搭載となります当然 CPU が 5G 対応の CPU となっていますので 5G の通信にも対応しているほか Bluetooth はバージョン5.2現在購入できるモデルではこの最新モデルであるバージョン5.2に対応さらに Wi-Fi につきましても最新の Wi-Fi6 対応となっていて この6万5千円程度で購入できるモデルとしては、とにかく全部入りのモデルとなっています。また、ゲーミングスマートよくて、とにかく処理性能にこだわりたい方、そういう方は、価格の安いこちらのモデルではなく、プロが付く上位機種、ブラックシャーク5プロの方が欲しいという方もいるかと思います。5プロの方のスペックはこちらになります。こちらももう既に価格は掲載できており、 その価格が10万7800円となります。こちらは価格は一気に上がってしまいますが、その分、より高性能なモデルとなっています。構造的なところにつきましては、120W の急速充電に対応していたり、LR ボタンに操作するセンサーが側面に搭載されていたり、高リフレッシュテートのディスプレイがあったり、この辺は共通ですが、なんといっても、 Snapdragon 8がが CPU に採用されていいるというとうころが大きな特徴ですまた、上位機器の場合は内蔵メモリの容量も上がり 12GB、そしてストレージが 256GB、この構成となっていますので、たくさんデータを保存したい方はもちろんのこと、少しでも処理性能を向上したいという方は、この大容量の RAM を搭載しているというところは大きなメリットとなります。 ディスプレイの仕様につきましては解像度、サイズなどは同じで6.67インチの 2400×1080 ドットの有機 EL ディスプレイとなりますただし若干ディスプレイの仕様はプロがつかない方のモデルと少し違いよりこちらの上位モデルの方が高品質のディスプレイを搭載していますその他カメラの性能につきましても同じです 高画素のセンサーを背面に搭載しているほか、前面側にはインカメラ、インカメラとしても1600万画素と、まあまあ高画素のセンサーを使っています。あですので、基本的に大きな違いとしましては、この上位機種の場合は CPU がスナップコン A と g n 1になるというところ、それから RAM 容量が増えたり、あとはディスプレイの品質がより高いものが搭載されているというところが大きな違いだり、 その他は共通ですので、なるべく価格を抑えたいという方、そういう方の場合は、この10万円以上してしまう上位機種ではなく、最初にご紹介したベースモデル、スノープラックシャーク5、6万5000円で購入できるこちらのモデル、このモデルの方を選択するというのもいいかと思います。事前書、どちらもデザインはとてもこだわったデザインとなっていて、ゲーミングスマホの中でも、 ASUS の RO 時報のようにとにかく派手なデザインというのではないですが落ち着いたデザインで普段使いもしやすいモデルとなっていますもう一度発売日価格をご紹介しますとベースモデルでありますブラックシャーク5の方が8月上旬発売予定価格は6万5千円ブラックシャーク5プロも同じく8月上旬発売予定で価格は10万8千円 それぞれ今回ご紹介した価格は超早割の価格になっていますのでもし発売から少し経過して買ってしまいますとブラックシャーク5の方が7万円ブラックシャーク5プロの方が12万円ということになってしまいますので購入する際はとにかくなるべく早く購入しておくことをお勧めしますまた今回はこちらのシャ m ミのサブブランド ブラックシャークシリーズの最新モデルをご紹介しましたが、それ以外にも、先日海外では ASUS の最新モデル RO 調の新型モデルが発表されています。そちらも例年の流れから言いますと、国内で発売される可能性高く、またそちらは CPU がさらに処理性の高い、スナッププラゴン8プラス G1 が搭載となっていますので、当然価格は RO 調の方がより高くなってしまいますが、 とにかくスペックをとにかく重視したいという方、少しでもハイスペックなゲーミングスマホを欲しいという方の場合は、秋頃になるかもしれませんが、国内モデルとして発売される r ージョン、そちらを待っておくというのもいいかと思います。こんな感じでこのチャンネルでは最新のスマートの情報などをどんどん発信していますので、その辺興味ある方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 そしてもっと手軽な価格帯の製品が欲しいという方は概要欄の方に人気スマホ販売ページのリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。